さっきも言いましたけど、スキルでカバーしてください。スキルでカバーしてください。さあ、先攻後攻決めた後にシャウトがあります。その後にバトルビートを聞いてマイクチェックをして始めたいと思うので、まずはじゃんけん。ここで。じゃあ尾崎くん、これは3本で。3本でね、8勝3本勝負。先攻が高柳、後攻がドキシック。まず高柳からシャウト。今やバトルもライブもどっちもやって当たり前っていうコンセプトで、クロスドミナンスというイベントを、北千住ノックというライブハウスで打ってます。次回3月を予定してますんで、覚えていたらバトルに参加してください。じゃあ次トキシック、告知されたんで、自分も12月年末に本件出すんでチェックしてください。年末もうすぐですね。それでは、DJ ユタからビートをしてくれ。それでは準決勝第1試合、先攻 VS トキシック、先攻高柳 VS 後攻トキシック、大粒ファイバスカゲン、大粒なんと絞り、ただも帰ってきたこの地、水だけ騒ぎた手打ち、お前に対しては街の犠牲は取らないで、いつだってバトルしてきたやつか、またマイク握りに来た、お前はどこから来たか教えてくれ、今度は俺が東京からも罰金の見送ってやるぜ。よう知らないならビビりタコできるくらいに教えよう、鹿児島の別姓とわかるか、もっと言えば鹿児島警察は仙台市中福田町、細かいことまで全部あんたの耳にキックするだけ、これがシュート、俺が得点王、OK、俺だって東京の隅田区隅田、ぶっ飛ばす罪な不随者、それが問われなく踏み出す罪が、言葉が甘い言葉は包み感謝、熱いだけって言われたとしても一切しょうがねえ、気づけばこういう風なことしかできなくなっちまった感じがあったから、俺たちも上がれる、上がれる、そう俺もあんたと真っ向勝負、いつでもストレート、またストリートに上がるため悪さはしたことないです、ごめんね、だけどマイク握れるぜ、タバコとかも学生時代別に吸ってなかったけど、あんたとのバトルは熱くしたい、バトルとか熱くしたいのは分かるぜ、悪いことなんて必要ないのは分かってるぜ、ストリートとかいちいちうるせえやつが多いな、俺たちが育ったのは駅前か路上だったから、ビッグじゃねえって言われたとしてもそれはしょうがねえ、耳にタコ、耳が炎上かもしれないが、ヒカ天候のようにイリュージョンを引きつけるようでもお前が知れるぞ、よ俺も最初は路上じゃなかったよ、家で一人でサイファーしてたよ、お風呂の中がビートだった、トイレのさえずりがビートだった、田んぼにいたセミがビートだった、ここまで上がれた東京に来たことによってよ、何が生まれるか分かんねえ、しがらみとかそんなもん突破してやるぜ、これがヒップホップ終了。これやばっ、いや準決勝まで来るぞ、内容もバチバチに詰まってましたね、やばい病気だよ、いやどっちも熱い、それでは全力です、それでは皆さん全力で判定をしてください、先攻高柳が良かったと思う人、高校トキシックが良かったと思う人、先攻もう一度ね大きな声と挙して先攻高柳が良かったと思う人、高校トキシックが良かったと思う人、延長っすこれ本当、じゃあビートをユタ君変えてもらって先攻高校入れ替わって延長戦を行いたいと思います。バックチェック、さあ、準決勝1回戦目の延長戦です、先攻後攻入れ替わって、先攻がトキシック、後攻が高柳、大粒ファイ、ここまで聞いたら田舎者のことを語らせてくれよクソなやつだ、だけども俺はここに立ってる、今浴びてる光が俺の望み、だから今ここでやってんだ、あんたと一緒に作りてんだよな、この延長がどう転ぶか
一か八か乗るかそるかやってこいよ、okay. ここまで来たら俺にも東京で育った人間の気持ちってやつをバッチリと語らせてくれ、神奈川激戦区のバカな機械で俺はちゃんと裏を上げてきた。ごめんなちょっとカンダよそなんかわかんないけどちょっとサンバは一切なしだぜ、こいつは人生待ってやってるラップ、田舎者だとしてもお前はこうやって都会で結果出そうとして頑張ってたから頑張れよ、よう頑張るよ、だからカンダぐらいにどうのこうの言わねえよ、レペゼンは優しいゴリラ、今モンスターだけどそんなもんは関係なくマイキだったらかっこよくなるんだ、だからここでやってるうちだ刺繍レッドみたいなもんまるで漫画の話はなしにして俺はここでやるぜ必殺技出せ、これがショウさんの一角から、はい覚えとくぜ優しいゴリラ、俺たちのバトルをこうやって頭と形に残します、俺たちがそうやってやっていくのは間違いないぜ、お前だって思われる俺の思い出の中に入れてやるぜ、気持ちってやつは高ぶってしまったらしょうがないんだ、そういうこともあるから俺たちはやっていくはずだ、俺は大粒でエッチさんと戦ってからその成長を俺は見せにしてるんだ、思い出のメモリー一枚一枚が青くなっていく中で俺らはどうする、あの日に戻りて、なんて思っても戻れねえのは孤独という誰もが抱えたハンデ、俺は1円10円そんなものあるじゃなくて100万ドルの夜景が見てえだけ、リスクだとしても絶対に過去は捨てるな、過去を捨てられるのは自分も認められた時だけだからな、こういうのが必要さ、実情はまあペーペーかもしんねえがせいぜい何千のマネーかわかんないけども、お前とバッチリと奏でいるぜ、エンドストーリーこのまま宣告承知した通り、俺は言いだけじゃないってことは分かった、伝わった、でもお前のスキルを疑ったね、ごめんそんなことねえわ、どっちも熱かったんじゃないでしょうか、延長かどうかが決めるのは、皆さんです、いきますよ、先行トキシックが良かったと思う人、後攻高台が良かったと思う人、勝者はトキシック、まず決勝戦にはトキシック、リズが今のはどっちもヤバかったと思います、いやマジ怖かった、高台にも大きな拍手を、